どうも、宮城県住みます芸人のバクコメの半沢浩樹です。早起きは三文の徳ということで、僕がやってきたのはですね、仙台市の一つ南の市、名取市閖上地区にあります閖上港朝市です。閖上港朝市はですね、もう太平洋のすぐ近くの閖上地区で、朝6時から午後1時まで開かれているんですけども、今の時刻朝の5時58分です。多くの方がもう来られているんですけども、毎週日曜と祝日に開かれているということで、一体どんな朝市なのか今から撮影していきたいと思います。ものすごい車の数です。朝からさあ朝市の会場に行きましょう。いや、朝からねすごい人の数です。5000人から1万人毎週日曜日に来られるそうです。新鮮な魚介類がずらーっと並んでいるんですね。そして美味しそうなお刺身もいっぱい並んでますよ。さまざまな加工品なんかも販売しておりまして、屋台も出ております。そして飲食店も数多く出店しておりまして、ここは広大なフリーロバタスペースとなっております。買ったお魚、貝、エビなどをですね、こちらで焼いて食べることができるスペースになってます。そして奥にはメープル館といいまして、こちらフードコートですね。閖上のお土産だったり、中には海鮮丼のお店も入っておりますので食べることができます。そしてまだまだあるんですよ、閖上港朝市は。海鮮だけではなく、お野菜、果物、そしてさまざまな加工品、お弁当であるとか沖縄そば、ラーメンなんかもね食べることができる食のワンダーランド、それが閖上港朝市なんです。このような海産物を買ってロバタ焼きスペースで焼いて食べることができるんですね。いやー、種類が多くて迷っちゃいます。バターいります？バターいります、はい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 。そして青空の下、炭火で焼いて食べたいと思います。よいしょ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 。めちゃくちゃ柔らかくて超うまいです。すごい並んでます。水餃子、本格中国料理、高価。あー、すいません、ありがとうございます。これは好きなだけ乗っていいんでしたっけ？はい、そうです。お好みで、はい、チャーハンの横の餃子の上でお願いします。これで200円。そして閖上港朝市の名物セリ市、午前10時から開催されて誰もが参加することができるんです。すみません、これどうやって参加すればいいですか？これを持っていただいて、はい、あそこに皆さん並ぶんですけど、はい、欲しい商品やったらあげてもらって、自分の、あの番号を呼ばれたら何買うかをメモしておいていただいて、はい、で最後にあの販売になりますんで、自分の呼ばれた番号の商品のところに行って現金と交換です。わかりました。でその時にお釣り出ないので、はい、最初にそこで両替してもらうようになります。わかりました。すごい列になってます。両替を今終わらせまして、僕は7番で500円2枚と100円10枚に両替してもらいました。そしてセリ市が始まる前に事前に商品を確認しておくと、こちら並んでいます。皆さんおはようございます。早速始めます。
島、しらすの星、月は1980年は12個、1000円で、ね、はい、4番の、99番の、12番の、20番の、50番、はい、大原さん、生かつのたたき、1枚1280円が15番、はい、これ15番、18番、23番の、21、70番の、147、トマト、3袋入れ、はい、3袋で1000円。なんとトマト500円でゲットいたしました、というわけでですね、閖上港朝市の協同組合理事長の桜井浩一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、お忙しい時に。もうすごいですね、人の数が。そうですね、はい、もうちょっと朝早い、5時から来てますから。そうですね、6時6時だっつってんのに5時から来て、はい、あれくれこれくれって言ったらさっぱり作業は進まなくて本当にお客さん送るわけにいかないしね。でも空いてるんですよね。僕も今日5時半ぐらいに来たんですけども、ね、もう駐車場がいっぱいで、もう多くの方がいらっしゃって、ね、夏場はね、5時前から来るんですよ。あ、明るくなりますしね。いやー、結構港朝市っていうのはもう僕もね、名取出身なんですけれども、何年くらい前からやってる？大体48年ぐらいです。48年。そして午前10時から始まる、はい、ね、セリ市閖上港朝市始まってからずっとやられてる。違う、違うんですか。震災以降ですね、2013年の12月1日にこちらでグランドオープンしました、震災以降津波はあったとこに来てくれるかどうかという心配とかいろいろあったので、やっぱりじゃあお客さんどうすれば喜んでもらえるかと考えたんですけど、なんとかワクワク感とかね、どういうことがワクワク感があるのかなと思ったら、自分たちが市場に仕入れするときに、今日どういう魚、安いものとか美味しいものとか、そういうワクワク感で競りに参加したりとかするものですが、普段競りに参加するときは普通ね、テレビで出るオークションは何百万のオークションだし、はいはい、もし頑張ってオークションやってあるものは今自分で売ってるので、そうですね、大体3割から半年ぐらいでどんどん売ってます、ということで閖上港朝市楽しめました。セリ市、そして炉端焼き、東北の新鮮な海産物、そしてさまざまな食材を購入食べることができる宮城県名取市閖上にあります閖上港朝市、毎週日曜そして祝日午前6時から午後1時まで開催中ですので、ぜひとも皆さん遊びに来てください。さよなら。